はい、新人です。今日は、100円ショップのダイソーから出てる、キャンプアウトドアバーベキューの、グッズに関するような、商品を紹介&開封していきたいと思います。はい、というわけで今回買ったのはですね、この切り株コースター、ダイソーから売ってる切り株コースター。やっぱりね、雰囲気楽しみたいじゃないですか。コーヒーとかのカップの下のコースターにもこういった温かみのあると言いましても、もうそのバッサリ切ってますけど、そういうコースターを使ってもいいんじゃないかなと思って、100円じゃないかと思って購入しました。頑丈そうですね。何の木なんでしょうね、これは一体。天然木って書いてますね。なんだろうな、天然木、その辺の木なんでしょうかね。もうちょっと色はね、茶色くてもいいなとか思うんですけど、切り株のコースターです。こちら、クール冷たさ伝わる300円商品なんですけれども、アルミでできたマグカップ、420ml 入ります。で、重たさは72g、72g になってまして、まあ、なんでこれを買ったと言いますと、やっぱりね、アルミのね、このツヤとね、この武骨感がね、たまらなく好きなので、とりあえず買いました。大きなアルミカップで持ってごくごくと飲み物を注ぎたいっていうようなところから購入しようと思いました。綺麗にシールを剥がせましたね。ここの裏のシールもね、いらないんですけど、注意点を見ていくと、食器洗い機×レンジ×オーブン×直火も×で、熱湯も×と書いてるので、本当にこれはもう冷たい飲み物オンリーっていう、ジュースとかファンタとかにぴったりな飲み物なんでしょうね。ここまで行くと綺麗に剥がせますね。はい、綺麗に剥がせました。まあ、作りはね、まあどうなんですかね、100均だからといって、まあね、バリ、この辺のバリもね、まあまあしっかり取れてるので、まあこれになんかね、フックとかつけて、カラビナとかいいんじゃないでしょうかね。これがデコボコしていくとね、また味が出たりとかしていいでしょうけども、はい、これがアルミのマグカップになってます。続いてこちら、こっちはね、もうちょっと子供がね、ビリッと破ってしまったんで、パッケージないんですけども、油入れと、あと醤油スプレー、これもね、もう何年も前からね、ずっと置いてるようなものだったんですけど、なんかね、塩分抑えるって書いてるので、普段はね、醤油をこうタラタラタラってかけてる量だと思うんですけど、そのタラタラタラってかけてる、液量以下でまんべんなく醤油をスプレーできるよっていうようなものなんですが、別にこれって醤油スプレーのこの専用のものでなくても、化粧品とか化粧水とかのものでもいいかと思いますけども、なんか可愛かったんで、塩分抑え醤油スプレー、こっちにしてみました。ノズルが詰まった場合は40度以下の、ぬるま湯に浸し、透明な水が出るまでスプレーしてくださいというようなことで、ね、醤油ってね、だらだらこの辺に汚い感じで残ってる、こびりついたりとかするので、結構綺麗に扱ってないとすぐネチャネチャネチャになるんじゃないのかなと思ったりもしますけども、まあ、一人なんでね、醤油スプレーをこれだけ一日で使うかって言ったら、こんなにも使うことはないので、まあ、ちょっと家で使ってみようかな。プラス、最終的には多分ね、お弁当箱の中に入っている、金魚のような醤油入れになるのじゃないかなとか思うんですけど、でも油のね、この感じはね、スプレーっていうよりもね、乳液ですよね、この。乳液。
出すタイプのこのなんていうか出るところになってるので、こっちはどちらかというと乳液タイプですね。なので化粧品とかの乳液出る、サイズ、乳液の出る感じのスプレーで、自分の好きな形のボトルがあればそっちを使ってもいいんじゃないのかなと思いますね。そっちの方がねもうちょっとコンパクトにちっちゃく、旅行とかねトラベル用のものとか探せばあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあでもこれでもこうちょ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 っていうので油引けるんじゃないかなっていうことでこれも買ってみました。こちら、ランタン300円商品、COB、コブっていうのかななんて分かんないですけど、このオンオフは簡単で、開けばオン、閉じればまた違った色でオンになるっていうような、ものになってまして、何かしら炎がねこうメラメラとしてるような、明かりになりますよっていうようなものになってまして、炭酸電池かなこれは、電池は単4の乾電池を3本必要としまして、それがこちらになります。ランタン、まあ、僕がちょっとこれいいかなと思ったのがその炎の方ですね。でちょっと引っ張ってみます。おー眩しい。そして一旦閉じます。もう一度引っ張ります。するとこのように髪の毛入っとるな、髪の毛ついとるな、まあ、これ多分家のもんなんで、買ったばかりの商品には入ってなかったんで、こんな感じでメラメラと、炎が、けどね結構メラメラしすぎてるのでだいぶ遠いところか、本当にこう、まあ、目があまりチカチカしないようなところで使うのがいいかと思います。はい、でこっちに単4電池が3本入っております。あちょっとこういう使い方もよろしくないですね。はい、これ300円で、まあね、テント内とか、まあ、ちょっとだけ外を照らすとかっていう分であればいいのかなとか、まあ、テーブルとかね、まあ、上にちょっと置いておくのもいいんじゃないかなと思います。ただこの明るさ調整はできません。なのでちょっと締め気味にして調整するとかぐらいですかね。かといってあまり出しすぎると、まあ、こんな感じになってます。はい、でこれも引っ掛けれたりとかできるのでいいんじゃないかなと思います。まあでも可愛いですねこういうのも。これをねつけながらねちょっと一旦ピザをね食べたんですけど、なかなか雰囲気があって良かったですよ。はい、最後はこちら、まあどこにでもあるようなものなんですけども、これにねお米を入れて、もう水入れてシャカシャカ振って米を研いで、そしてこの研ぎ汁で持ってっていうような使い方をしようと思いまして、結構ねメスティの中でねこうこのお米を研ぐと結構なんかこう 手とかなんかこうなかなか研ぐっていうのはね本当にこうジャリジャリジャリって研ぐのがいいんですけど、もう振ってしまえと思って、まあ、これをちょっと買ってみました。まだ使ってはいないんですけど、これが一体どんな感じに米が研げるのか、そして楽ちんできるのかっていうようなところで購入しました。素材はペット素材だったので、まあ、ペットボトルの厚みがあるので、あペットボトルと同じような、材質で、まあ、弾力性もあるので、プラスチックだとね、なんかちょっとこうリュックとかに入れた時に結構カツカツ当たったりとかして割れたりとかしてしまいそうなので、この素材でちょっと買ってみましたけども、ここにもう行く前からお米を入れておいて、お水を入れて振る、もしくは無洗米を入れてちょっとだけ鳴らすとか、こっちでなじませるとか、あとはまあ水筒に使ってもいいですし、水汲みに使ってもいいですしっていうような使い方ができるんじゃないかなと思います。ということでこれも買いました。はい、そんなわけで長くなりましたけれども、ダイソーで買ったアルミの、マグカップと切り株コースター、こんな感じですね。横にするとこんな感じね、これだけでも雰囲気違いますもんね。とあと油と醤油スプレーと、こち
らの LED ランタンを購入してみましたというわけで、ご視聴ありがとうございます。まあ、何かしらの参考になれば、いいかなと思いますので、なんかこれこれこうだったよ、これがこんな使い方でこんな風になりましたよみたいなことがありましたら、またコメント欄とか書いていただければ、僕返信いたしますのでよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。